前の章はね、藤沢の東急の中にあるゲームセンターに来ました。早速ね、太鼓の達人があります。2台ありますね。見に行きますか。2台とも埋まったんですけどね、今ちょうど開きましたね。新しくなった分、期間限定3曲タローズガンデー、みんなぜひ遊んでほしいの。失敗しても必ず最終分遊べるようになりました。7パック300円、面がなんか新筐体と旧筐体みたいになってる。すごいなこれ。メンテ悪いし、俺が来た途端ドンダーがみんな消えた。嫌がらせかい。やばい、ここメンテ悪い。普通にメンテ悪いんだけど、ほら普通にマイナス式で抜けたわ。なんかこっちは1月6日にメンテナンスしたとみんなで遊んでとんって書いてあるんですけど、こっちは大丈夫そうかな。まあ普通そうですけど、まあいいとは言えなそう。こっちなんか見た目ボロボロだし、メンテナンスした分とか書いてないから、こっちもしてほしいかな。バナパスは7時45分まで、営業時間も短いですね。ということで、多分ここに通ってる子たちは右の台をやると思いますね。左側の一匹がひどい。これで普通に遊べる状態にしてるゲーセンの考えがちょっと僕にはわからない。久々にこんなメンテの悪い台でやったかな。見た目ダメでもやってみたらマシだったらまだいいんですけど、見た目ももう中身も最悪。これはもう右側でやるしかないですね、ここでは。まあでもなんか遠くから太鼓が見えるんで、空いてる空いてないがわかる。であとは遠くからちょっと見れるんで面白いってことで、まあ、メンテ以外のポイントはまあ大丈夫かなと思います。